大口直なは、日本の編集者、ファッションデザイナー、実業家、プロデューサー。元 NTT 出版編集者。元アイドルインク、海外事業マネージャー。ベルズーン・ウィッスル取締役。ヒッコリーズ・ジャパン代表取締役。トゥーン・ブーム・アニメーション・インク、日本史社長。父は、美術評論家の谷信。東京都板橋区出身。 東京都立小石川高等学校を卒業。渡米し、ワシントン DC のアメリカン大学にて国際関係学を学ぶ。1998年、私立ペンシルベニア大学へ編入し芸術学学士となる。2002年にボストン大学大学院を修了。ニューヨークにてアートコンサルティング会社に就職し、村上隆や、 小のよ子など多くの展覧会企画に携わる。2006年から NTT 出版、インターコミュニケーション編集室では、機関誌のほか、メディア論や、カルチュラルスタディーズ系の書籍編集に関わる。その後アニメスタジオアイドルインクの海外事業を担当し、アジア諸国への番組販売、作品担当、映画祭出展、米ファズブロ社コンサルティング、 フッツアンカマ社日本代理店契約などに従事。2008年、アニメ監督、佐藤慶一らとアニメ企画開発会社、ベルズンウィッスルを創業。サンライズ、タイガーバニーアウェイラディカル社のオブリオンなど、企画開発に携わる。バーナビー・ブルックス・ジュニアやカリーナ・ライルの命名者。2011年から、宝島社へ出向し、 宝島ワンダーネットのコンテンツ事業部マネージャー兼編集者として海外市場に向けたノベルズ原作を募集したゴールデンエレファント賞の立ち上げを推進。対象、裏エンマを編集、出版し、初版6万部。米ダーゴホースコミックス社からアメコミとして4巻と、総集編を出版。DNP と電子出版レーベル。 文力を立ち上げ、映像化を狙ったノベルズの編集と出版を行う。担当したニワトリスターは、作者、田中祐一狼プロデュースにより、実写映画化された。ファッションビジネスでは、2010年から、大学時代の友人とニューヨークで共同で創業した、ファッションブランド、ザ・ヒルサイドの日本側のマーチャンダイジングを統括。デザイナーとしては、デニムやスニーカー、アウターなど、 カジュアルラインのデザインとマシコ焼きのオリジナル陶器やライフスタイル系の彩り化を担当。ブルックリンに構えたセレクトショップヒッコリーズハードグッズでは買い付けを担当。2016年経済産業省ジャパンブランド事業にプロデューサーとして参加。自ら海外市場をターゲットとした日本酒のブランディングと服飾と合わせた新ブランド特例を立ち上げる。 日本醸造協会とタイアップして、ニューヨークの新興の酒蔵に工房を提供し、現地の酒米を用いて醸造されるアメリカン酒の立ち上げを支援。同時期より、国内の遊劇メーカーの IP 開発事業に参加し、北米市場に向けて、ノベルズとコミックを基礎とする原作の企画を行う。2019年には、カナダに本社を持つデジタルアニメーション制作ソフトウェアの 開発販売を行うトゥーンブームアニメーションインクの日本支社長に就任。1996年から1998年、広島長崎ピースアソシエーションのメンバーとなる。1999年、DJ 団長として、ニューヨークのダンスクラブ、ツイロにて前座を務める。ダブラブプロダクションズ主催ドラムンベースの、ウィークリーイベント、リキッドファンクのレジデント DJ も務めた。 ありがとうございます。